何か思い出すかな。あ、戻った。あれ、これは絵の中だ。綺麗だね。ここはなんだ、記憶の場所。あ、この曲、それからこの景色、やっぱりこの女の人だったんだ。うわぁ、いやぁ、なんか嫌な予感しかしない。この二人、幸せじゃない何かが起こったんじゃないかな。二人とも書いてたんだ。すごく親しかった。あれからどれぐらいの時間が。もしかしてこれ私が先に死んでしまってるのかな。で、幽霊みたいになって、でも自分が死んでいることに気づいてないとか。待って、すごい楽しそうなのが、今はなんかすごい辛くも感じるな。これは？お店の看板だ。窓の向こう、私が覚えてる場所。これ絵の喫茶店？そうだね。やっぱり、私のパソコンだったんだ。うん。作業してて彼とばったり会って、だんだんよく会うようになった。あ、ずれてる。二人だけが知ってる秘密の暗号。これは、どっちなんだろう。1618っていいのかな。これ帽子だね。楽しそうだな。一番好きな曲、どうして忘れていたんだろう。すごい美しいのに、なんか今ひたすらに切ないな。外の景色、覚えてる。覚えてるんだ。大丈夫？何かが。うわぁ、綺麗。ラベンダー？一人だ。ここでのすべての時間が私の書き留めておきたい瞬間だった。男の人はいないね。あ、いる。よかった。一緒に写生した。これあれか。手紙にあった、今度一緒にやろうって。あ、それで、この絵ができたのか。これは私が写ってるから、彼が描いてくれた絵だね、きっと。これが最後？何があったんだ？風が戻ってきたね。紫。これは私の色。だんだん記憶が戻ってきてる。私はまだ完成させてなかった。OK。まずは。彼と一緒の時間を過ごせて一緒に創作ができて本当に楽しかった。まあ、それから私たちどうしたんだっけ。いやー、待って、これ本当に主人公死んでるんじゃないか。
ただ別れたっていうふうには思えないんだが。なかなか難しそうだね。まずは緑、白、青の順番で上を埋めよう。緑、同じ趣味の友達がいるって本当に素敵。じゃあこの筆でもう一度自分に刻みつけよう。もう忘れてしまわないように。今まで同じ絵描きの友達はあんまりいなかったんだ。彼がきっと初めてだったんだね、うん、本当に素敵だった。だったなんだよな。これは白でいいんだっけ。あ、違うな。とりあえずは周りを埋めるか。私のものをもう二度と忘れてしまわない。ん？気をつけなきゃ。で、ここは紫だね、うん、うん、大丈夫そう。とりあえずはここを塗っちゃって、ここは右上色違ったよね。赤かな、うん、あ、違うな。紫、紫、ピンクでいいのかな。うん、合ってるっぽいな。で、こっちも紫だね。あのラベンダーであってんのか、私花の種類全然わかんないけどの絵だね。緑、黄色、ピンク。ごめん、紫だ。これ大事。緑、うん、黄色、で、紫。と、イラストが、黄色か。これで何か思い出すかな。戻ってく。何かから解放されたんだ。あ、絵が増えてる。思い出した。あの日、それからあの曲。ニューヨークへ立つ前に作品を見てもらいたくて彼を部屋に呼んだ。あ、あ、あれ？今ノックが。あ、来たんだ。彼の顔が見えるとつい笑みがこぼれた。本当に好きだったんだな。仲良しだったんだね。いつも通りお互いの作品について話し合って、夢について語り合って。私、あ、受かったんだ。そうなんだ。おめでとう。じゃあ夢が叶ったんだ。ジャック、あ、彼の名前だ。きっと、待って、この筆があるってことは、戻ってきたっぽいけど、彼の名前 J って窓の近くあったね。左右が逆の J。 ジャック
ックでいいのかな。じゃこれ左右逆になってるってことはこうか。うん、合ってる。K 逆って難しいな。こうか。あれ、ちょっと待ってね。若干ねタイムラグがあるな。こうかな。うん、風が、外の景色と音が急に変わった。パソコンは見れないか。これコンテスト会場だ。ん？違う？いや、これ私たちの絵か。いろんな人が見に来てくれてるんだ。待って、ちょっと待ってくれ。これさ、未来のジャックが開いてる展覧会だ。で、お客さんがこっちを見てるってことは、私、やっぱり、ん？いや、違う！ジャックが描いてくれたんだ。そうか、彼が先に行ってしまってたんだな。でもこれを残してくれたんだ。The palettes in your eyes, the brushes.